叩いてるバシバシえあおいたんこんばんははるみみんこんばんはおかえりおかえりえー、トトロさんこんばんはああピオさんこんばんはトトロだよ 違うよ。ネズミだよ。まヤね。あロンダクリー。こんばんは。来てくれてありがとう。えー、こんばんは。あハクんは土下座してた。こんばんは。ヤッホー。みー。ゲフン。あい。ありがとう。ケッチさん。こんばんは。えー、アウタンさん。こんばんは。あトシクさん。こんばんは。最近よく来てくれるね。アウィタン。こんばんは。あカタカナミチ。こんばんは。だいぶ元気かね。えー、こんばんは。あおめでとうこんばんは。ありがとう。寒いね。雪だね。えー、こんな こんばんは。上様、こんばんは。おかえり、えー、そうなんだった。何ぞおいちゃんに行ってみやそうなんですよ。あのいや今日ちょっとずっと夕方ぐらいから悩んでいることがあって、編集しながらそう悩んでいるんだよ。えーとあいさん、こんばんは。ああ、はるぱんさん、こんばんは。おかえりえー、目を明かせてどうしたの？口がとんがってるよ。恋バナと聞いてひそひそ。 ひそひそ修学旅行の夜修学旅行でもさ修学旅行の夜って恋話したしてないんだけど特にえーはいおこんばんはおいたあゆっぴーさんおこんばんはおかえり、えー、雪が降りそうだからごきげそう雪やこんこあられやここ青いもこんこんえっ、ー、とこんばんは竹下さ,さんこんばんはおかえりこんばんは外雪がすごいっすもうね外見てないです <laughs> 見てないでも雪ね どう明日の朝まで降るんだっけ雪えーこんばんは松美さんえー、今日はいつでもましましで瞳が輝いててきるありがとうありがとう瞳難波瞳えー太ったからどうしようって話いや別に <laughs> しかもあいたん別になんか体重とか測らないんでうち体重計ないんですよ なんばけ体重計なくて体重とか測らないんで太ったとかわかんない <laughs> え今、ー、雪は降ってないあ降ってないやんでるのかあードラゴンちゃんやったね早やゆちゃんやったねえっ、ー、相談って何ですかほう相談ですかんほうそう何だっけほうれんそう報告連絡相談大事こばさんこんばん相談どのあれみんな相談乗ってくれるのあいたんのルームって優しいえっ、ー、2月10日って何かイベントある東京行くかも2月10日 なないな多分 <laughs> えっと悩める個室を悩める子羊なんですよいやあのー、まあなんかショールームで話すのもどうかと思うんですけどちょっとみくちゃんの話なんだけど。 <laughs> えーっといやありほちゃんいやーおかえりりほちゃんバンブーえー、青いもこんこんそうあおいもこんこんほいほいあーさいさいさいほいほいおかえりこんばんはえー、小6の修学旅行はしたえっませてる <laughs> 青いもこんこんはちょっと聞きあね青いもこんこんふってもふってもまだふりやまぬえっした修学旅行のこえっ、ー 嘘ボーイズトークうお気になるとりあえず悩みを吐き出しましょう。やろうですね。あのまあなんかちょっと知ってる方は知ってるかなと思うんですけど見かけしてる方はお見かけしてるかなと思うんですけどあの <laughs> 言うの恥ずかしくなってきたあのあの日本 <laughs> 『さくらガールズプロジェクト』っていうのがありまして <laughs> でそれのまあなんか多分見たことある方は見たと思うんですけどなんかまあ書類審査の段階では5,000何人応募されててで次段階が、えー、とトップ1,000らしいですトップ1,000の中でミクチャの中でミクチャかライブミーの,あのなんかガチイベみたいなのがあってその中でなんか選ばれたら。 えーとー、なんだっけあのー、なんだその中で、そなんか、そう5名か、そう5名の桜があるっていうのが決まるんですよ。で、まああのー、配信ルールも何にもまだ書いてないんですけど、とりあえず、葵たんはそれでみくちゃんは、それで、ミクチャんミクチャで配信してくださいっていうのが来たんですよ。で、まあ、2月いっぱいは予選があって、で、3月は、 もう決勝があってそん中から5名選ばれるんですねそうで早速もうとりあえずミクちゃんに1分間の PR 動画みたいなのを明日までに <laughs> 投稿しなきゃいけなくてただ今それをなんか「ミクちゃんほら全然青いターンやったことないし <laughs>」。 <laughs> なんかそのいろいろわからない部分も多いからなんか皆さんにちょっとなんかご迷惑おかけしちゃうかもなと思って悩んでおるどう思うえーとどこだえーといちゃんこんばんは下僕だあーおかえり下僕さん相方壁もありがとうトトロだよえっ、ー、いやダジャレなんで嘘えどこダジャレだった <laughs> 全員合格でよかったねいやなんか,まさか まさか全員合格じゃありませんとっ」と書いて、たら「つけ!」ってい乗り込むとこだねえー、こんばんはあーえなちゃんこんばんはおかえりー相談ってなんだ相談これよ相談相談ふう体調はかなりよくなよかったでもねほんと寒いからね気をつけてねカタカナ道ないのかやんだないね2月10日でしょうないなないなーえー、と名古屋は暖かい嘘本ほんとにバブ バブバーブー <laughs> えー、バブリーハーあー顔一緒えた、ー、だ STA のね卒業ダミなね見た見た逆うねそれはもうさでも別にハルミン的にはどうなの滝野きのさ卒業しなきゃいいんじゃないの <laughs> 寝るの我慢して相談乗ってあげよう <laughs> 手だべありがとうありがとう優しいえっ、ー、と <laughs> 作しているお子様たちを特別なお部屋に連行するのがさすが学校の先生え要件を聞こう by リューク統合誰統合さんってありがとうわか聞いてくれた顔先生あ買うの忘れたねー勝まるおかえりたららみくちゃん美味しいのそう美味しいみくちゃんえー、マイニャンも始めそうなのよそうそうななんかそれもあってなんかやんない方がいいのかなと <laughs> ちょっと思ったり思わなかったりですえっ、ー、とみくちゃんやってたんですかえそうありますよナ何番多い多分探せば ありますよありますあの登録しといてえー,こん,あーこ,んんこんばんはあこんちくんこんばんはハートありがとうハートーありがとう人間ピコありがとうえーガチイペそうなんか多分これはポイントだけでは決まらないとは書いてあったんですけど多分ポイントだけでも決まるものがあるし本当にどんな人がどれだけ参加するかっていうのがまあツイッターにね結構ちらほらみんな書いてるので見ればわかるんですけど けどそうなんかあのほんとわかんないからそう結構ただあのあ、ー、いたんのマイニャンとかじゃなくてあの別のお友達が別のお友達も受かっててそれにでその子結構そういう配信系強いからだからもうんか結構そういう人が集まるのかなーって思ってるえた、ー、んみくちゃんのガチベースかそうなんかね でなんとなくさ、SIR さんが前、その、ミクちゃんのガチイベで、なんか、1000万獲得に向けてっていうのをやってたのよ。それをまあ、見てたっちゃ見てたけど、まだ全然わかってないからさ、えー、先に言います。おめでとうあ,ーありがとう <laughs> ありがとうありがとうありがとうしいなピオさん、ありがとう。えー、あー、こっちくん、だるま、ありがとうありがとうどうすこい ありがとうえ桜イベントの公式キャラクター着物屋浴衣バイブラのンデ持ってるテレビ CM ありがとうコピペありがとう今日のゃそう。やっぱあのー、何よりなぜなぜこれに応募したかというと葵ちゃんは桜シーン全だから。 そうほら,ほら見てほら見てもうここに桜あるからえっ、ー、とこんばんあっうっちーさんこんばんはおかえりなさい頑張ってありがとうありがとうファッション誌のまでファッションョーしてんほかさまざまなブランド系をタイアップしたかちょっとすごいコピーしてるみくちゃんアンストしてるなんでイーストしなよ俺もみくちゃん知らんそっかじゃあこれから知るか俺も見たことないみくちゃんあれがちまるあれえあの子だけじゃなくて青いトアンもやってたの <laughs> そうなのそうあのー あいたんもやっててそうなんかそうなんですそうだちょっとどうしようかなという相談そうでも本当にそうなんかそうほらちょっとわからないこといっぱいだからちょっと勉強しながらになっちゃうんだけどやるなら応援するぞ <laughs> さすが <laughs> さすが男白たんだで相談4相談ですかダジャレえっ何のダジャレ 相談え何何何そうなんですかとああそうああそういうことダメだ座布団2枚あげるよじゃん <laughs> 悩んでるナバさんこんにちはああすいませんこんにちはこんばんはえスタンプ投げて楽しむぐらいなら協力するけどあそれでもありがたいやつじゃないありがたいやつ多分そういうなんかポイント数とか大事なんでしょねえあいたんこんばんああきんまろさんこんばんはおかえり ネズミ色の被り物のいてはこんばあく来るってやんこんばんは,んんばんはおかえり今ね相談をしてたのミクちゃんちち,ちミックスチャンネルあいたただいまおかえりミやぽワ寒いねミクちゃん最後に見たのナンバーさんの配信 <laughs> いつだかのやつやミクちゃん課金ガクガクブルブルね課金とか怖いけどねそうデュークトーゴゴルゴさーって読んだことないハートのピコハンなんてあるのかあるよ これラビットでで使ったのあのあ舞台でどうせ5人に残るんでしょそれはもちろんやるなら残るのに全力だよえー、みくちゃんアプリぶん投げってるわぶん投げってるってどういうこと推しの方が卒業しなければいけないんだけど今回その2人には、ね、誘えられてみてるガチで落ち込んでるああすごいそれを見て悲しいってことかそれはしょうがないわ頑張ってメンタルケアしてであいだもみくちゃんやるから見てくれってことやろ <laughs> 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 でもやだったら見てくれるんかじゃあこんばんはいたあーひろたもこんばんはーおかえりなさーいみくちゃんのアプリやっと見つけた触ってなかったか端末ないで迷子みんなみくちゃん探してくれとる <laughs> <laughs> あみくちゃんあいた結構ね2日に一回はみくちゃんのアプリ開いて見てるんだけどそうなんかそうねえむしいえっ、ー、とどんかなーえっ、ー、と なミクちゃんやりなってことで寝ていいかい <laughs> いいよありがとうジルタンありがとう背中を押してくれてありがとうそのイベント落ちたって人を見かけないそうなのそう5000人の中から1000人ってこうか落ちたって人は確かに見ていないんですよナンバー検索したら出てこない嘘。じゃどうする何で検索するえなんだっけえだって青いたんナンバー青いスラッシュ青いタンでやってる <laughs> えーと青いちゃんが出るならみくちゃん探してみるよそうなの探してくれるの今日のおばちゃんに「あの子これやったけど知ってた?」って聞いたら「聞いてない」言ってた <laughs> それはもうそれはもう,もう何も聞かないであげてくれもういいんだもうそういうことなんだよえーみくちゃん板橋のまんまじゃなくていや違うみくちゃん板橋でやってないもんだってみくちゃんとライブみそうなんかみくちゃんかライブみーか選べるんだけど でもライブミーの方がもっと知らないからおいたんえ、ミックミックにしてやんよとりゃーえありがとうありがとうミクちゃんそろそろやるって言ったからだいぶ経ったかもうやらんと思ってたわ <laughs> いや,そうやるやる言ってたんだけどさいろいろあってさみ空ちゃんも課金してなんぼなアプリだなまあねなんかそう課金とかもあると思うんだけどそうでも無料ポイントもいっぱいなんか貯められる術があるらしいからやるならやるで応援するよーって言うと思った <laughs> こんばんはかぶってのかわいいあありがとうアーターさんこんばんはおかえりなさいこれはねトトロだよドん なまあみくちゃんは無料でもポイント貯めるから応援はしやすいねさすがさすが京太郎ありがとうみくちゃんもう消しちゃった早い待てよインストールし直してよみくちゃん凛々先生が渋谷にアドトラック走らせってやつでしょそうなのアドトラック走らせたことあのすごいわ凛々先生えー、ば,んばんああたかさんばーおかえりまあ無理のない程度にまあそれなんか期間も長いのでそうみんなもね疲れちゃったらあれらしいそう、ね、まあねまあ まあツイッターでもう後で後で明日かな明日ツイートするけどまあそうちょっと今日考えるよえっ、ー、とこんばんはおいたああ羽生さんこんばんはありがとうおかえりめくちゃんすやダメじゃんパリソおじいちゃんねえっ、ー、とうちの父ちゃんゴルゴサティン好きすぎて車のナンバーを565と13にしてるえすごーいそれあとひらがな教えてもらっていいじゃん <laughs> 今日もかわいいねあら ありがとうトロ、えー、2日に1回開いたのにずっと赤字出ろ消し忘れてたりそうなの <laughs> そうみんなね自分のプロフィール開かないからさ信頼できるおじさんなんかちょっと不安だねそうそうなのそうと思ってたんだけどまあなんかその何て言うのあのー、大元とかを割と調べたりあとまあなんかねあのー、あれも絡んでるねあのチューズさんってアイドルさんがいるんだけどそこの運営さんも絡んでるねなんかねそう。 なんかいろいろあれだけど、まあ、でも、桜らしい。<laughs> えっとなあ、みくちゃん発見ファンランキング堂々の19位すごいすごいよすごいのかな、19位って。神様、ネズミ様、おいさま、こんばんはーあ二代目さん、こんばんはーネズミ女だよ。一応、どっちもアプリ入ってるみくちゃんもライブ。えすごいじゃん見れるじゃん。あいたは、ちゃんとやるって言ったのなんかやるっていうか、 なんかそこも、あのなんか最終的に、あの社長なんですよ、そう。えっ、ー、と、ナンバーおい、検索で、嘘じゃん嘘なんでやんえっ、ー、と、えー、ごじゃおいたかじゃだり、ありがとうかたからうち、ありがとう。ミクちゃんは縦画面だから苦手なのではみそう、まあ、縦画面だけど横でやるけど <laughs>。<laughs> えっと、動画配信サイト増えすぎて、おいちゃんついていけない、あれ じじじじじ、おいちゃん、眠くなっちゃう。えっ、ー、と、え、ちょうどフォローしてる人が桜があるプロジェクトに関してツイートしてる。おおなんでツイートしてんのみくちゃん行くだー <laughs> ありがとう、ありがとう。こんばんは、ただいま、えけどんこんばんはおかえりなさーい来てくれてありがとう。え、無料ポイントは2日とか使用期限あったよね。なんかそう、コインコインだよね、あれね。そう、なんかみくちゃんって、ショールームでこんなみくちゃんの話するのもちょっと失礼かなと思うんだけど、そうなんか、 そう無料でコインとそうなんかだか次の期限切れ本日60コインで今120コイン持ってるから置いたんそういう感じえっ、ー、と無料待って青いやいろ鳥美少女女女女子子大根さんおかえりかわいいありがといいありがとうまあみくちゃんは最近なんかあったからね信頼できるのかどうかやな そうななのんかあったなんかあった,なんかあ,れあ,ったあれだイベントやつでしょなんか桜だし桜を見る会は闇しかなかったんだけどやだよそういう闇とか言わといて「こんばんはうん青いさん美久ちゃイベントあそうゴーさんおかえりあのー、あのー、ゴーさんあれなんだそう日本桜があるプロジェクトに青いさんも通っててそれをやろうかなっていうやりたいんだけどでもみくちゃん全然。 あのー、なんかそういうイベント初めてだから不安だなって話なのえーとライブミー知らない青井田もライブミー見たことない検索はナンバースペース青井あ本ほんとスペースがいるらしいよ <laughs> こんばんはーありがとうホワイトプレーさんこんばんはーおかえり 今日ピューロのツイートいいね100にしたくて一気に全部で押してみて <laughs> だからなんかいっぱいリホリホリホくると思って <laughs> ありがとう302日目ありがとう300人とりまスポンサーいっぱい,いそうだから大丈夫そうだな <laughs> みんなで調べてくスタイルえっ、ー、とあ汗かいてるツイートボーナスが1日2回視聴ポイントあそっかツイートボーナスしかもあれでしょなんかミクちゃんってさ ショールームと違って福岡 OK なんでしょなんか。えー、まあ、いずれにせよ協力はさせていただきます。優しいでございます。じゃあ、ぜひ前向きな方向でね、ちょっと気合いを入れたいと思います。あおいっはい。えっ、ー、と、あ女性最高さん、タコさん、ありがとうありがとうチューチュー えと待って前に、そうなの、そうだね、それ待って、なんかかぶると申し訳ないかなと思ってあれなんだけど、何それ、だー違うよー、たタラだよー、私は置いたん。ええと、横にすると排水ガスが悪くなったりせんかね。 でも違うんですよあいたんさなんかミクチャ配信してるとさいつもなんかお風呂場にいるような声になるなんか響いてないなんかえー、あーたんもミクチャ登録したらさえっそうなのありがとうありがとうそうなんかそうミクチャそうミクミックスチャンネルねんかそう いっぱいでもさなんかミクちゃんって女の子のユーザーすごい多いよねって最近思うえーと仕事用アカウントでひとまずフォローします仕事用アカウントありがとうミクちゃん検索して出てこないのフォローしてたそしてアイコンが若か,かりしあおいたありがとうありがとう <laughs> あらちょろわごだったミクちゃんまたいちゃんが自分であれらなんか登録してくれてる人見ればいいんだあなたのファン59人今あなたのファン59人 えっと、ととととととといいね、増やせばしたあれは増やさなきゃなやつだ <laughs> そう。なんかお互いさ、ずっとさ、あとでいいか、あとでいいかって出してなくて、多分 <laughs> えっ<ー>と、<laughs> えー、ミクちゃん、そう、ミクちゃん、知ってる女性最高さん、汗かいてる。えっ、ー、と、エサイアのミクちゃんは高いシャンパンギフト高、くねシャンパンギフトとさ、なんかさ、なんだっけ、リムジンみたいな、感じすごい見てあいたもその、 なんだっけ、ミクちゃん渋谷でイベントあったじゃんあれん時そこがでね見つけたからファンなってきたあらありがとうまたステアカ作るやつ <laughs> いやそんないいんだよ無理のない範囲でミクちゃん視聴20回シェア2回まであとは CM 見る c m 一回一回見たら一日一回とかかわいいありがとう頑張りすぎないように頑張るのだよあら優しいなみんな優しい涙が出、ね、ないえっ、ー、とととろ感ないあれ だったら、声響くのはちょえあ、そそう、それなんかね調整できるらしいんだけどさあいたの iPad できないなんかねちょっと聞いてこようなんかウェブ詳しい人にお風呂で配信ごくりんちゃうぞちゃうぞが決まるシャンパンタワー十分だったような、ね、そんなじゃそんなそういうことじゃないんだそうなんかあのー、そうあのー、もしやるのであれば一人でも多くの方に応援してほしいなという Twitter フォロワー1900人でやったー <laughs> やっここからこっから,っからもう2000まで頑張って頑張りまーすツイッターのフォロワーがさっきまであと1人で1900人だったんですよいっつもねなんか夜寝て起きるとねなんか減ってるんですよそうで減って増えての日々なので今そうそっか ありがとう。じゃあ、これからもっと増やせるよう頑張ろう。むくちゃん、若い人美味しい。あか何個でもいいらしいね。そうなんか、あか何個でもね、すごいなんか見たんだよね、そう。え、確かにむくちゃん、めっちゃエコーかかってたね。まあ、それもそれでいいのか。よしね、まずお休み。ありがとうね、じろたーん。おやすみー。えーと、マイ登録たみくちゃん、今は消して、あら、じゃあ登録しなきゃ。ファン59人、少な <laughs> それな <laughs>。えっと、アカウントたくさん持ってる人がち。ここやん。まあね、そういう、そういうもあるかもね。え、ランキングにいないわ、嬉しい。いないのいないのランキングに。ランキング。なんか、あおいちゃん登録、なんかあれしか。あなたのファン。あ、って待って。てあ、いないわ。いないわ、わご <laughs> えっと、 昔なんか配信画質が悪いから画面を縦にして横にしたりしたことあったなああったなそういうあれじゃないなんとか生テレ初はじめましてイベンチュ月橋セリナさんありがとうはじめましてセリナさん来てくれてありがとうラックユアイドル編集部のホップステップスマイルみんなで作ろう笑顔のはおいたんことナンバーおいです来てくれてありがとうぜひ毎日配信してるので右上のハートピンクにしてね セリナさん。あおいたんこんばんは。あわたるんこんばんは。おかえりなさい。えー、やっほー。あヤやっほー。すなちありがとう。おかえりなさい。えー、涙でないんかうん、頑張って出す。えー、CM は4回かなしかも時間帯あー、そういうことか。あ、だからなのか、あれって。なんかさ、みくちゃん開くとたまに CM 出てくるからさ。で、音出し、出ててびっくりするの、たまに。そういうことね。初見です。ミスパンダー、あれ ミスパンダあれだ。なんだっけ白でも黒でもない世界でパンダを笑うってやつじゃないありがとう。初めまして、ミスパンダさん。えー、私はトトロです。ラックユアイドル編集部のトトロこと、あおいたんです。よろしくお願いします。ぺこりんちゃん。ぜひ、ツイッターもやってるので、ツイッターもフォローしてください。ピコえっ、ー、と、ととととととえ、露天風呂から配信、すっとぼケ。露天風呂 露天風呂でもいいねなんかこの時期ね誰だリム売ってるのリムってるって何すでにファンのところしたらファンをやめますかって出てくるやめ,やめろ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 はいたんたんたんこんばんはめちゃパソさんこんばんはおかえりなさい2000人まで3000人までがそうそもそもねそもそもえー、機種変更予定だけどミクチャとかショールームできない可能性えっそうなの1回目は12回は時から 0時から12時2回目は10から16時あ夜時間帯の方が小刻みなんだねやっぱねあそうなんだ結構健全なアプリだね健全なアプリ <laughs> えー、カウント終了はたぼうさんありがとうございますありがとうラッキーアイドル編集部のあおいちゃんことナンバーおいですぜひ右上のハートピンクにしてってねありがとうはたぼう すやすやあーあ,ーあ,ーあーパタリ寝ちゃったわし登録した1人増えた嘘ありがとうさすがギボクさん従順すぎるやないかえー、昨日こっち出タわー投げちゃったしなでもやれるだけやるよ <laughs> ありがとうなんだろうその顔文字なんかやれなんかグでたみたいやれるだけやるよ <laughs> <laughs> ありがとう。まあ、そうなんか全然ルールとかがちょっと出てないのでそこがちょっとアイターもなんか不安なんですけどもそうとりあえずなんかそう1分間の動画を投稿しなきゃいけないのでなんかめくちゃってね動画配信と動画投稿とあるんでしょそうじゃあちょっといろいろ,いろ見て。 無料より課金やめくちゃ無料コイン1日400少なさすぎ無料だけな人だけどそれって少ないんや400ってでもねまあでもそれがいっぱい集まればだねチリも積もればっていうのもあるそうだか,らなんかねそうなんかすごいみんな <laughs> みんなやるなら応援するよーやろうよーって感じなので是非前向きにで明日ツイートしようかなえっと ポップあポッッッッププステハハイキックハイキキククあっち向いてハイキック <laughs> 違う違う違うえっ、ー、とあいちゃんが一日に複数回配信ないと複数アカウントあってもって感じじゃないでそうそうなんだからなんかさ配信時間とかもろもろどうなってんのかなってすごい <laughs> そこらへんね知りたいトトロだったのかうんトトロあなたは誰私はトトロあら あなたもテトローよし、えー、ゲランキンキグ入ってる私いつ投げたんだい投げたんだよ最初。えー、おとんの車片方は夜でも明るくらいのキラからひらがなを教えなくても分かるかあ、本当にもうダメだ。えっ、ー、とゴルゴ13オッケー。えー、こんばんは。ああ、ケイさんこんばんは。久しぶり。狙っている機種がモデキえ、それは何スマホえー、画像登録してなかったからしてきたパン加えた青いたありがとう。 ありがとう。パン加えた,た。あれか。パンケーキのか。グデ玉好き。かいいね。グデ玉。グデ玉のさ、なんか映画、映画、ムービーショーみたいなやつ楽しかった。世の中は深夜に配信する人向けではないんだよ。あ本ほんとほんとに開いたんだっけか。えー、ん見てて。あふるふるさんそうなんですよ。あのーさ、日本桜があるプロジェクトっていうやつの審査を通ってて、次が、あのー、動画の、ミクチャの、 配信のイベントになって2月3月3でその中から選ばれるからそ,うそれであウイたんはちょっと初心者だからあれだなってそうみんなに何なかご迷惑をおかけしちゃうなって話 <laughs> えショールーム以上に無課金税に人権ないアプリみくちゃん そんなに、えー、詳しいのあがたらそこからやるかな <laughs> ねえ詳しいの知らんとね。明日ショップで確認します。ショップの人がミクちゃとかショールーム知っているか心配。ああ、知ってるんじゃない一応4つあるか持ってるから前と2個出てわけね。じゃあちょっとみなりんルーブ戻る。いってらっしゃい,ってらっしゃい !4 つを持ってるのすごいなえっ、ー、と、スマホではない。スマホじゃないのかもしかしたら他にも知ってる人が同じイベントにいるかもしれない。知らんけど、そうなんかね、いっぱいと、 そうであのなんだっけ一人アイドルカレッジの子がいるのは見たけどえーとあれ可愛いじゃんパン加えてスチーありがとうありがとうあれね撮ってる時にこうやってパンがポロリって落ちたんよえーとミクちゃなら SIR そうでもそうなのなんかライブミートミクちゃがあるって言ってまミ、あ、クちゃでやってくださいって来たんだけどそうでもミクちゃだったら SIR さんとかああのー、まあ、SIS とかももちろんなんかみんな割と知ってる方が多いから 教えてもらいながらできるかなっていう。えっ、ー、と、あ、迷惑なんていくらでもかけてんだよ、あいたんだっけ <laughs> <laughs> あ。ありがとう、ありがとう、ありがほちゃん。ありがとう。久しぶりに見きたで、あ。プロさん、こんばんは、元気ですか、プロさん、おかえり。あれはみのり配信あれ。あれまあ、お疲れ様。めっちゃ最近、呼ばあるけど、なんかね。出てたのは、めだ、そう、なんか。 な何か,かのイベントでなんかいろいろあったんでしょうねそれは見たこれは見たかしかしだよもうなんかそれはまあみくちゃんはそうだけどだって桜だもんあいたんだって桜の親善大使だから桜の女の子だもん <laughs> 急に <laughs> うまあねということでじゃあ皆さんにねあのー、相談に乗ってくれたということで是非、えー、ちょっとねあのー で改めて明日何かでツイートしてしたいと思いますのであの是、ー、非応援してくださったら嬉しいですかねはいはいえっ、ー、とどこだえーと飲み会帰りで最後の中なくなっておしまいになった。 飲み会飲み会パリピラねえショールームでもそうだけどミクちゃんも課金方法わからない課金すら遠征してライブまあねそうライブ好きなかったそうよねもちろんねえ桜だけに、ね、桜だらけにならんようにやだやだよ桜あれだべやだよすずのイベントの商品まだもらってそうなのそれねミクちゃんから送られてくるってことそら困ったね桜くらん シャクラもうナンバーサにするか、えー、カードキャプチャーシャクラのなカードキャプチャーシャクラ <laughs> またミクちゃかーみんなミクゃんちょっと何ふるふるさんミク、えー、ちゃんのアカウント見つからないのでうさぎの帽子がとてもよく似合ってほんとにこれうさぎに見えるんかありがとうぴょんえっとパソコンできない登録してあできると思うミクゃんフォローしてええー、ありがとうアタンありがとうございます えっと、最近オタクをしてないの、久しぶりにも会いたくなった、東京どこかいい現場ないのか、ナンバー追いのとこか、プロンさん。あ、ね、あの、プロンさん、どうしよう、プロンさんの顔見て思い出せないかも。お疲れ様でした。ありがとう。ツイッターも降りた。あありがとうありがとうございます。ぜひ、皆さん、ツイッターと、まあ、ミクちゃんもね、 フォローしてないよっていう方はこれを機にフォローしましょうナン難波桜やら葵がいい <laughs> 最初「葵なれない」とか言ってたのにえー、とやっとヤッーに出てあっそさんおかえりやだよインフルまで一緒なのはやだよそいさんねおかえりえー、あ痩じゃあせさんさ汗かいてる葵いたんのアカウント見つからなんでやなんでナンバーだけで検索したらちょっと待って葵いたんも自分でやろう検索キーワードで探す ナンバーすべて表示あナンバ」ーで検索してすべて表示にすると「ナンバー蒼い」出てくるようんあとは「ナンバー青い」確かにダメだわあれだ蒼いたんが自分で「ナンバースペース蒼い」にしてるからだ「ナンバースペース蒼い」で検索して <laughs> えーと だウサギだったのか。うん、これはまあウサギにも見えるらしいえ。パソコンでできますよ。OK! ありがとうナンバーあ空白入る。すいませんね。なんかそういうなんか変なこだわりがあっておいたん。ええ、そんなこと言ってない <laughs> わ <laughs> ああいたでも自分の名前好きだから嬉しいなにえぼ、ー、すぐおとなしめのアイドルナンパしてる見たらすぐ分かる金髪で黒いマスクしてる、うん、前も髪の毛派手だったな覚えてる空白入れたら出てきたありがとう分かったありがとう <laughs> 名字と名前スペース入れたら出てたよありがとうくっつけた方がいいんかななんかね前からそうなの。 なんか、ナンバーアオイって漢字3文字じゃん。だから、漢字4文字の人と比べて、スペースやっぱ1個開けないとバランスがおかしくて、そういう癖がついてるんだよね、おいた。え、ナンバースペースアオイ。ありがとうありがとうナンバースペースアオイです。えっ、ー、と、<laughs> かわいい。ありがとう。慣れないね。この前、ヨッシーさんが仙台に3日間お宅でついつい見るって言ってえ、ヨッシーさん、元気え、逆にスペース取ったら 確かに。ナンバースペース葵。<laughs> 面白がっとるやん、みんな。ファンじゃないけど、ファン登録した。<laughs> 最初の一言いらんがな。ありがとう。名前変えると思う。名前変えると思う名前何号から号から葵にするもうすっかり葵でないと友達だったその当時は知人と話すとミュウになるわ。そうなのそうなのマイタまあね、まあ、最初はやばかったけど、もう大丈夫だよ、最近は。スペースのこだわり、さすが編集者。なんかね。 そうそうこだわりが多いの変なことバースペースは多いどこのライブスペースエボみたいや <laughs> えそれわかる俺も3文字だからバランス悪いもんねだから俺も入れる傾向はありあれ下僕って3文字なんそうなのそっかねなんかそうなんだよねそう 3, 3文字だとそうなっちゃうえあの空白ってミドルネームだったそうその中にねスペースって見える人はねあのなかなかいいセンスしてるよミユタたやめろ やめろリホタカラフィッチ入れる場所ちゃう、ね、スペース <laughs> だよくさ書き初めとかもあるじゃん書き初めとかもやっぱりなんかそういうさ漢字3文字の人はバランスめっちゃ考えないといけないんですよそう「ナンバ」「アオイ」みたいなでその「アオイが」が例えば漢字2文字の名前の人の真ん中に来る位置にいけないといけないのわかるこれ <laughs>。 えっと「<laughs> ゴーは苗字だから葵になるとおかしいよ」あそうなのゴーが苗字かえでもいいよだって葵って苗字の人もいるよ <laughs> 俺のツイートで仙台に「ド出た」ってツイートよしさん、うん、不正になったであド変態かド変態出たうえ ヨッシーさんもなかなかでファン登録できないサインインストしてないあれじでじでじじしてよえー変態スペースナンバーあおいちじじいがあおいがちょっとあれかな昨日ダックさんにミュータンが泣いて写真もらった今度店にどれあれだあれでしょうあれらべ練馬あさみが卒業したときだべ、えー、あ変換ミス泣いたーいいよ面白いから わかるぞわかる分かってくれるかうとうとしてましたおはよう二代目さん寝るのね寝るの寒いから眠い泣いてる写真ニヤニヤしてたささうう待ってハ様さもちょっと待ってちょっと待ってくれちょっとちょちょいち,ちょ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 ちえー、どうでもいい今日ラックアイドルフェスにナノキューン呼んでくれ頼むえ初めて聞くアイドルさんちょっとわかんない教えて教えて えーと、服の色が肌色に見えますでねぼけもほんとに,に,に,に最近そういうそういうの大好きなんだからど変態だ、えー、練馬の子卒業した時 <laughs> の写真じゃないかななんかそういう見た気がするなダックさんがやってんのあそれ YouTube スクショした写真しかなかったからちゃんとしたのもらったいいいらんて消せー泣いてる写真でやるじゃねそうなんですよそう。 アイターもねあのー、割とね人の血は通ってる方なのでそういう時もあります、えー、夜中25時に名前のスペースを力説されるのは後にも先にもなりまでも待って松美さんも3文字じゃん漢字ねえそうじゃん今やばい言いそうになった全部フルネームで松美さんもそうじゃん全デンデンじゃんえーと「ナンバースペース宇宙葵宇宙へ飛び立とう」えー「天に召されるまでに泣いてる写真みたいなん天に 女神様えーとやだー <laughs> こ。これじゃない。しかも文字これじゃない。ああじゃない。6。文字でも名前出るの位置は悩むぞ。6文字。ごめん、んごめん。赤本先生ってどこら辺が何が6文字ね。<laughs> <laughs> えっと見たいわー泣いてるの嫌いや,いやーちゃんと携帯から消してよ PC で大顔面でクソクソやりよったなーえ橋の下で拾った子なのに青い橋の下で拾った子なのにでも青いって名前はあの青い海のように美しく広い心が広い心を持つ子になるようにっていう確かあれだからそうきっといい名前えー、本名ドキュン DQN キラキラえー、キラキラネームなにミッキーとかえー、ナンバースペーストトラおありがとう長くなってくな個人情報さらされた <laughs> まだ出してないまだ出してない、えー、漢字3文字だけじゃん <laughs>、えー、いやいやいつも遅い時間で寝ぼけてる別人かもそうなのそうかいや今日違う2段見たんだねえー、牛若丸若丸三郎太って6文字じゃん <laughs> 平気で嘘つくや <laughs> 牛若丸三郎太確かに漢字6文字ね確かにな藍ちゃんでもいいなって思ったのは漢字5文字漢字5文字って多分意外とちょうどいい句いけると思うんだえっ、ー、となんか前世の時もそんな説明してたよなほんとしてたっけ生意気に言ってていいね生意気なんで理ホちゃん リリホホ大丈夫大丈夫リホ気に入ってる個人情報怖いな大丈夫白様はにぎはやみ琥珀主だよ大丈夫えっ、ー、とナンバーマイストリアお <laughs> 耳悪い耳悪いぞメた名前変えたいなーえぎはやみ琥珀主いやでも白様本名があれじゃないだって あれだよあのやばいあんまり言うと言いそうになるからなああでも飲んでいいないいなどバブじゃないあれバブーえてかインスタは普通にフルネーム出してたはずなので無問題っす <laughs> 無問題無問題だからねあのみんなねいろんな名前でねいいよねえ漢字5文字だとなんかいける なんかね漢字5文字って何か分かんないとバ,バランス取りやすいんじゃないかなと思ってえーと三遊亭小遊三さんも大変だよ多分あー確かにてか遊ぶって字難しくないえーナンバースペースフライヤブやおいどんどん中二病みたいになってきたぞケイテさんナンバーいあん全然全然でも確かにそうやられると違和感しかないけどナンバーい <laughs> 鬼鬼やん鬼まあねそうだまあ 私はナンバー多いですけれどもナンバー多いですはいよろしくお願いしますということでそろそろ終わりにしようと思いますちょ前髪長いな今日前髪が長いえーと何し河原原三郎さんも大変だよごめんなんて読むこれえー逃げ早め琥珀主って長くて飽きた確かにそもそももう一回 1い一文字目の画数が多すぎるちゅにびゃーお疲れ様ですありがとうお疲れ様。ありがとうあそうだ明日明日まあその桜くらがあるプロジェクトとは別でもう一個出すんですけどもあのー あれですあの2月7日あの、開けといてねって言ったやつなんですけども明日、えー、詳細を出して、あのー、予約を受けた承り始めたいと思っております、えー、軽く説明をしますとですね2月7日の金曜日、えー、19時から21時で、えー、とー新宿のとあるところで1日店長を <laughs>、あのー、してほしいっていうオファーがいただいたので1日店長をします。で、まあ、なんか割と内容的 あの食べ飲み放題なんですけど値段とかもろもろはお二いと同じ感じですであのー、なんだそ予約はそのお店のあのー、ツイッターの DM に送るって感じにしてるのでで店員が10名ですねちょっと店内があの席、ー、的に10名までってことなので店員が10名でまあ、そう1日店長でかつ、まあ、キッチンライブさん のねご縁もあっての今回のお話であのキッチンダイブさんのあのー、ちょっとまあいろんなお惣菜だったりなんなりも食べられるという形になってますであのー、なんだ基本的にそ食べ飲み放題のあのー、飲み放題に関してはえっとノンアルコールなんだけどただノンアルコールの種類がすごいなんかいっぱいあった。 メニューもらっっったたんだけどすごいっぱいいぱあったおしゃれなやつが普通にソフトリもあるんだけどでただ別で予約してくれた方にはアオイタんのオリジナルのアルコール入りのカクテルっていうのをちょっとお出ししますそうであとはまあ他にお酒飲みたい方はその都度ベッドちょっとお金が発生するんだけどあとはあのまああのあれです食べ飲みって感じでそう、まあ、なかなか。 あのない感じなのでそう結構ちゃんとしたなんかお店のそうあのすごいすごいおしゃれなとこなんですよ。そうでいやそんななんかナンバーワンは立っていいのかって感じなのでそうもしよければ2月7日、えー、金曜日ですね、えー、まあ明日からあの告知して早速もう即日で予約会議にしようと思ってるのであの行けるよって方ぜひご予約していただけたら嬉しいです。よろししくお願いしますピコリ えーっとたた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 疲れほいほいありがとう起きててくれたろいやだもう終わりもう終わりやてしがわらげんざてしがらねご飯炊けたので寝ますねご飯食べるのいいなおやすありがとうすーえもう終わり寂しいえおやすみなさいはいありがとう、えー、ひら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 平平平さんは逆に同じいや確かにそれは難しいわ えおつあおいおやすみありがとうぐおあおい結局みくちゃんはどうなったんでしたっけ結局まあ皆さんがねこういろいろねもうもう早速いろいろ動いてくださってからみくちゃんはねやる方向で頑張りたいと思いますまた明日はちょっとツイートするのでとりあえずそしたらじゃあ、まあ、おめでとうと頑張ろうねぐらいの温かいリップをしていただけたら <laughs> 嬉しいですあいたもそれなりにちょっともうみくちゃん勉強し始めようかなと そう思う思んですけどももしね、ミクちゃんね、あの登録してないよって方は、ちょっとアプリインストールしたり、あと、まあ、ログインするだけで無料のコインがもらえるので、ログインとかしていただけると嬉しいです。えー、罵倒されて楽しかったです。おやすみなさいませ。M なんかな、2代目さんって <laughs> おー。おお名古屋来るのかー、名古屋ね。 そうあのー、行くとしても総合司会みたいな感じになっちゃう青いたんだけだから <laughs>、えー、新宿なので、ね、了解そうそうなんです新宿一日店長各部そうなんかすごいやりませんかこれはキッチンダイブさんのお手伝いした時になんかそうあの誘っていただいた某弁当屋さんの店主ではないのかまあそれもねまた今度やりたいですけど店長ありがとうありがとう1枚か1枚1枚 ?1 日店長ですってそう 一日店長。まあ、二時間店長 <laughs>。え、一日店長を手に登ってね。一日店長ってパレードあるのありません。おだいぶさんの食べられる。そう、そうなんですよ。そう。キッチンダイブさんのちょっと物を。だみんな とりあえず多分肉じゃがは絶対あるんだけど72万背負った甲斐があったということですね違うだってそこでそこであの72万の足しに <laughs> ああそうなんだねそうなの10名限定ですかそう限定ですそえー、ずるーママさんになるんやなマママママ、えー、オリジナルのアルコール青い玉味見するのおしゃけ青い玉でも味見はするよ味見はするもちろん出すものだからそう えっと、青いママ。青いマとスナックみたい。寂しいよー。うんうん。甘えてんのか青いママ。ありがとう。お疲れ様でした。おやすみ。ありがとう。なすずさん。おやすみ。せやー。ありがとう。おじいちゃん。おやすみ。おやすみなさい。夢だあ、ね、な。お疲れ様。ありがとう。うわい。ごあおいは名字。え お疲れ様。<laughs> ありがとう。ゆきちゃん、了解した。ありがとう。愛してる。愛してるのさいン。60ポイント入った。そうやるね。お疲れ様でした。ありがとう。おやすみなさい。あい。ありがとう。ブレーキ5回点滅。愛してるのさいずっとえ。次はフォロワー何行かないと自腹なの怖い。怖い。そんな、始めたら怖い。汗、汗、味見するですと。うん 味見してそれをそのまま関節であげるわけじゃないよ <laughs> ちゃんと味見して青ちさんナンバーオ,オリジナルカクテルって歌ってるものだからそれはもちろん味見をしてそうこれをぜひ出したいっていうものにすごいなんかねそうあのなんかグラスにリボンつけたり可愛い感じになるえっ、ー、とおやすみでまた来ますありがとうギョクさんおやすみありがとう味見で酔っ払う本当。 確かにな飲んでないからなこんばんはお疲れさまですああおけちゃーん今日もありがとうおやすみーかわいいケイチンさんあれありがとうケイチンさんってなんか前も見たな違う人かなありがとうケイチンさんあれあいたんでさうちはどこ行ったっけうちはうちはうちはあれうちはないうちはないかわいいあいたん ありがとねえケチンさんそんな想像はしてないあよかったよかった <laughs> また明日ありがとうまた明日関節いくかん関節ん関節おるそんな想像しかあっそっち関節かペコリあーナオピさんこんばんはナオピさんはミクちゃんやってるやってるねえー、おいしいやつにしてねえっ、ー、とただまあ色はどうしてもピンク色に向かうと思うので <laughs> ただそんなに甘くならないようにしたい えー、シャンパンタワー作るえっそんない,いらんよお酒飲めるイベいいなまぁ、あ、ちょっとだけねピンク知ってた <laughs> ピンクだけそうそのお店の方もやっぱり難波さんはピンクがいいと思うのでって言ってなんてことかなじかなじちょびっとお酒飲んだおいたんが見れるのか確かに確かにほろよいほろよいかなそんなことはないけど よし。はいということで、えーまあ、皆さんですねまあそうあの他にもですねそう、あのー、何でか分からんけどああのー、まあまあ、2月、まあ、桜があるもどちらかというと個人のお仕事だけど2月3月4月。 5月頭ぐらいにかけてあおいたんちょっと今なんかすごい個人のお仕事が割と今入ってるので他にもまたちょっと皆さんにあの嬉しいご報告ができたらと思いますので、えー、ぜひ続報をお待ちくださいやってねって、まあ、やってまだよかったよかった準備しといて準備。<laughs> お酒ってやるから全然飲まない。飲まない、飲まない。あの、ワイン一口なんで、ベーってやってる。<laughs> はい、ということで、コメント流れちゃった方いたらごめんなさい。今日も遅くまでありがとう。5位、松見さん、ありがとう。4位、春耳ん、うん、元気出して。3位、すなっちさん、ありがとう。2位、白様、逃げ早み。1位、リホバーブ、ありがとう。嬉しい、ありがとう。はい、ということで、681名の皆様、ありがとうございました。右上の あと、ツイッターとインスタグラム、特にツイッターはね、まあ、まずは次フォロワー2000人ですが、3000人を目指しておりますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。こんちあっ、ミントカフェさん、美味しそうなものいっぱい載せてくれる気になるものたくさんでこ。<laughs> 確かに 確かにありがとう、ミントカメん,さんまたお話しましょう。そうね、皆さんのね、お仕事とかもいろいろあると思うので、いろいろスケジュール分かり次第、早めに出したいと思います。はい、ということで、みんな今日もありがとう、雪だけど、明日、滑らないようにな、ね、以上、あ、受験生いたらごめんね、滑るとか言うて。<laughs> 以上、ラックゆアイドル編集部、葵いたんこと、ランバー葵でした。おやすみなさーん。